ウィンダム大衆動員の首労の中にあるハッチメントオランダデルフトにある新教会の内装を描いた絵画。柱の向こう側にハッチメントが見える。ハッチメントは紋章その他の栄誉を表示する黒いひし形のパネルである。葬儀の際に死者の住居の壁に掲げられ生涯の成就を示すものである。ハッチメントという語はアチーブメントが点火したものであり、 すべての構成要素が揃った紋章を単に示すごと、区別するためにフューネラルアチーブメントとも呼ばれる。日本語では、奇中紋章などと訳される。ハッチメントは住居の正面、通常は玄関の上、2階の高さに置かれ、もに服している間そのまま6ヶ月から12ヶ月、あるいは20ヶ月掲げられた後、教区の教会へ移される。この習慣は、 死者の棺を運ぶ前に紋章が描かれた盾を運び、表示のために、それを教会に残した習慣から1600年代前半に発達した。中世の時代には、時折実践用のヘルメット及びシールドが教会に置かれた。また、モッドを置くかどうかは地域によって違いはあるが、置く場合は家族のものが描かれる。また、そのメイクがどのようなものであったとしても、 レセルゴムまたは、インカイロクイーズといった決まり文句に置き換えられる。ハッチメントは、現在ではほとんど使われなくなったが、昔からの多くのハッチメントが、イングランド中の教区の教会に残っている。イングランドでは、独身者、既婚者、未亡人その他のハッチメントを区別するが、この伝統は、北海沿岸低地帯では知られていない。独身者死者が、独身男性である場合は、 ハッチメントには、菱形の背景の中に、死者本人の紋章が描かれる。独身女性については、その紋章は、菱形の背景の中に結ばれたリボンで飾られている、ロズン字型のエスカッシャンで示される。どちらの場合も、背景は黒一色で塗られる。既婚者そのハッチメントが、最大者のものであるならば、その紋章は存命の妻の紋章と、 組み合わせ門にして、シールドに収められる。あるいは、存命の妻が、紋章の女性相続人であるならば、妻の紋章は、エスカッシャン・オブ・プリテンスに置かれ、夫の紋章とともに、シールドに収められた上ハッチメントの中央に置かれる。どちらの場合も、クレストをはじめとするアクセサリーが加えられる。背景は、すでに死去している者の,の紋章が占める領域のミクロに、塗られる。 つまり、デキスター側に置かれた亡き夫の紋章の周囲の背景は黒く、シニスター側に置かれた存命の妻の紋章の周囲の背景は白い。死者が妻であり、夫が存命である場合についても同じ配置が使われるが、シニスター側の背景を黒く、デキスター側の背景を白くする。妻が、 紋章の女性相続人の場合も、双方の紋章がインペルメントで組み合わされている、場合と同様にハッチメントの左右を塗り分ける。家フ、家フすでに妻に先立たれており、再婚しないまま死去した男性については、最大者のものと同様の方法が使われるが、配偶者双方が死去しているため、背景全体が黒になる。再婚しないまま死去した未亡人については、 すでに死んでいる、夫の紋章は彼女自身の紋章と組み合わせられて、共に描かれるが、シールドではなくロズンジの中に収められた上、クレストなどのアクセサリーは描かれず、独身女性のようなリボンも描かれない。また、背景全体が黒に塗られる。再婚した者二人の妻または二人の夫がいた場合、背景はいくつかの異なる方向に分けられることがある。時折、 シールドが縦に三つの部分に分割され、中央の部分に、夫の紋章、その両側に二人の妻の各々の紋章が置かれる、ことがある。一方、夫の紋章が、デキスター側の半分に残され、二人の妻は、シニスター側の半分を横に二つ、またはさらに縦に二つの部分に分割して、彼女らの紋章を示すこともある。つまり、各々の妻が、 シールド全体の4分の1ずつを占めることになる。いずれの場合も、すでに死去している者の,の紋章の背景のみ、黒くする。公職にあった者公職にあった者の,の場合、ハッチメントに、本人の紋章の他に職位を示す紋章を、組み合わせて示すことができる。その場合、職位を示す紋章の周囲の背景を白にする。生没年月日を書き込んであるハッチメント。 このハッチメントで表された人物は1916年10月7日に生まれ、2004年1月7日に没したことがわかる。オランダでは、ハッチメントは、オビート及び没年月日を伴い、死者の家の扉にかけられた後、そのものが葬られた教会の壁にかけられた。17世紀には、ハッチメントは、紋章による地味な黒いロズン字型のパネルであったが、18世紀には、 ロズン字型のパネル及びその上に描かれた紋章は、ますます成功になった。コウモリの翼、頭蓋骨、砂時計及び、松明を持って泣いている天使のような種の象徴が、加えられ、8名または16名、多い時には32名の以前の紋章使用者の、名前及び彼らの家系のエスカッシャンが示された。未亡人の紋章は、時折、コーデリアによって囲まれ、 女性の紋章は必ずしもそうとは限らないがロズンジのように形作られる。これらの伝統を規定し統制するキング・オブ・アームズはいなかった。1795年にフランス革命軍によって征服されたネーデルラント連邦共和国は同年すべての紋章のシールド禁止令を出し何千ものハッチメントが破壊されて焼かれた。19世紀には ハッチメントはほとんど忘れられたが、ほんの少数の貴族の家族だけはその伝統を守っていた。フランドルでは、ローマカトリック教会の聖職者は、今日までハッチメントを掲示する伝統に従っていた。貴族の家族は、教会でハッチメントを掲示し続けた。イギリスのハッチメントと異なり、オランダのハッチメントにはしばしば生没年月日が刻まれ、 ラテン語の単語、オビート、ナトゥス及び、スベアが、死者の生没年月日及び没年齢を加えるのに、用いられる。また、名前及び称号が、様々な祖先の紋章とともに時折加えられる。時折、男性と女性の紋章がハッチメントの上で示される。スコットランドのハッチメントには、ロズンジの左右二つの角に、死者の父母の紋章を置くことは珍しくなく、 時折、一連の家計を示すエスカッシャンは一定の幅をもって変化し、4個、8個、または16個になることもあった。スコットランドのハッチメントは、ハッチメント及び、葬儀紋章のために配置する乏しい様式に従わずに、現代の作家によって、時折祖先の紋章や、涙、頭蓋骨、マントなどで飾られる。 イングランドおよびオランダで豊富に見つかるのとは異なり、スコットランドではおよそ50のハッチメントが現存するのみである。イングランドおよびオランダには、スコットランドで生き残っているより、多くのスコットランドのハッチメントがある。これらの一部は、疑う余地なく17世紀中頃のスコットランド国境界による。フォックス、デイビーズ。 アーサー・チャールズ、ヤハン・ストンル、グラハム、エイド、A コンプリート・ガイド・ツー・ヘラルドリー、ピアニッシモ、P609、AB 森守。文章学辞典。ピアニッシモ、P133、ABCDEFGH ・フォックス・デイビーズ、AC、ハンドブック・ツー・イングリッシュ・ヘラルドリー、11th ス・エディション・エイド、ピアニッシモ、P128、ブルック・リトル。 ジョン・ P ・アン・ヘラルディック・アルファベットピアニッシモ・ P111 ハット・ A ・ B ・カッスンズジョン・ E ・ハンドブック・オブ・ヘラルドリーピアニッシモ・ P295 ハット・ A ・ B ・ C ・森モリ・マモル文章学辞典・ピアニッシモ・ P134 ・ A ・ B ・スレータースティーブン・ザ・コンプリート・ブック・オブ・ヘラルドリーピアニッシモ・ P49 ・ A ・ B ・フライヤー スティーブン、ヒストリー・ハンドブック・ヘラルドリー、ピアニッシモ、P147 ハット、ロースリー、ガイカドガン、コンサイス・エンサイクロペディア・オブ・ヘラルドリー、ピアニッシモ、P333。ありがとうございます。